リオ・アンティリオ橋は、ギリシャ西南部のコリンティアコス湾に架かるシャバリ橋。ペロポネソス半島、パトラ郊外の町リオと、ギリシャ本土の町、アンディリオを結んでいる。2004年に完成した、リオン・アンティリオの橋などの表記がされることもある。公式の名称は、ハリラオストリクピス橋。橋の位置この橋の完成によって、これまでコリンと地境を通過するルートしか許さなかった。 ペロポネソスの交通を劇的に改善させた。橋には4つの支柱が存在し、中央景観は560メートル。総距離は2252メートルであり、総距離では世界最長のシャバリ橋である。幅は28メートルで、片側に車線及び緊急用車線及び歩行者用道路が整備されている。橋の建設にはいくつかの技術的問題をクリアする。 必要があった。深海部への橋脚の固定、地震及び津波への対策、プレート運動によるコリンティアコスワンの変化などである。公式の名称であるハリラオストリクピス橋は、この橋の建設を提唱した19世紀の首相、ハリラオストリクピスにちなんで名付けられた。19世紀当時のギリシャは未だ産業革命が始まったばかりであり、橋の建設に必要な資金、 技術とも不足していた。本格的な建設計画は1990年代の半ばに提案された。春節作業は1998年に始まり、2003年には巨大な支持パイロンが完成した。それと同時並行でデッキとケーブルも製作され、2004年5月21日に主要部が完成した。2004年8月7日に完成式典が、 開催されたが、これは、アテネオリンピック開幕の一週間前のことであった。公式に橋を初めて渡ったとされているのは、聖火を手に運んだ聖火ランナーである。カズとは、UEFA 欧州選手権2004において、ギリシャを優勝に導いた夫をレイハーゲル監督。もう一人は、建設が開始された際に、政府の公共事業省長官を務めていたコスタス・ラリオティスであった。 建設に要した費用は約630ユーロ、000、00で大部分は欧州連合各国からの融資によって調達された。当初は2004年9月11月にかけて完成すると見込まれていた予定から大幅に繰り上げて建設は終了した。設計及び大部分の施行主にはフランスの企業ビンチグループが当たった。主任設計者は バーチュ・ミカエリアンが務めている。この橋には建設地の地理的特性により必要となったいくつかの特徴がある。深度65メートルに達する海底は軟弱な地盤からなり微小地震が頻発していた。コリンティアコスンは毎年30ミリメートル伸びていることも考慮に入れる必要があった。橋脚は地盤に埋めるのではなく海水面と平行に海底に敷き詰めた砂利の上に 置かれた。地震が発生した際には、橋脚が平行移動し、砂利がエネルギーを吸収する。橋脚とデッキ部は、ジャッキと干渉器を介して固定され、橋脚間の地盤変化に対応できるようになっている。自動車の通行量は10.5ユーロ、バイクについては1.5ユーロを徴収している。橋の所言、ありがとうございます。